東京ヴェルディの加藤光健です。佐藤久也です。東京ヴェルディではヴェルディ2022サマータイムと題して夏休みぴったりな誰でも楽しめるコンテンツをたくさん用意しました。シェア本日はヴェルディ2022サマータイム甲府戦でのおすすめ情報をお届けします。おすすめその1、甲府戦はファミリーだけじゃない、高校、大学生、若者も集まれ。甲府戦は22歳以下を対象に500円ワンコインチケットを実施、僕たちの試合を500円で観戦できます。ぜひご友人や部活、サークルメンバーでご観戦ください。おすすめその2、若者から大人まで人気ヴェルディビアガーデンを開催。イエーイ、飲むぞ。コーポレートパートナーでもある OGA さんにご協力のもと、ヴェルディビアガーデンを開催します。サッカー以外ももちろん楽しめる、特に若者よ、飲みすぎには気をつけろよ。おすすめその3、甲府戦ももちろん来場者プレゼントはあります。来場者先着5000名様にこの2022シーズンデザインオリジナルうちわをプレゼントします。熱中症対策にもなるし、ゴールの際は特に仰いで一緒に盛り上げましょう。もちろん甲府戦も8月6日長崎戦同様、ファミリーパークでビッグアトラクションに縁日ブースなどファミリーが楽しめるコンテンツ盛りだくさんです。8月21日甲府戦もイベント盛りだくさん、ぜひ味の素スタジアムにお越しください。